革命記念塔はメキシコ革命を記念するためのモニュメントである。メキシコシティ中心部のデフォルマ通りとインスルヘンテス通りの交差点に近い共和国広場の中にある。国立革命博物館が併設されている。革命記念塔は67メートルの高さがある。世界で最も高い外線門と呼ばれることもある。 立法府の模型1912年6月12日、建設中の立法府国立革命博物館入り口、ポルフィリオ・ディアスが大統領の時代に連邦立法府の建設が計画された。建物はディアス時代の栄光を表す卓絶したモニュメントになる予定だった。この建物には連邦議会の大議員と元老院の両方が入る予定だった。ディアスは フランス人建築家のエミール・ベナールに立法府の設計と建設を依頼した。フランスルネサンス期の特徴的な作風を持つ新古典主義建築の設計でメキシコが先進的国家としての正当な位置を占めることを示そうとする政府の意図を表していた。ディアスは独立記念碑の除幕と同じくメキシコ独立革命100周年の祝典において建設を開始した。 建物の内部は鉄製で、石造りのファサードはメキシコの石ではなくイタリアの大遺跡とノルウェーの加工岩を使用していた。しかし、メキシコ革命が勃発したため、この建物は完成することがなかった。ディアス政権は1911年5月に排除され、続くフランシスコまでの大統領の時代にも建設は継続されたが、1913年に、 マデロが殺された後は建設は中断され、20年間以上にわたって建物は放棄されていた。ラサロカルデナスが大統領の時代、メキシコの建築家、カルロス・オブレゴン・サンタシリアは放棄された立法府の建物をメキシコ革命の英雄たちに捧げるモニュメントに改造することを提言した。この案が認められ、既存の連邦立法府の建物のキューポラの部分を 元に、節中的なアールデコと、メキシコ社会主義リアリズムの様式に変換された。メキシコ人彫刻家のオリビエロ・マルティネスは、モニュメントのために4つの石像を作成した。この時、フランシスコ・スニガが女子として参加している。モニュメントは1938年に完成した。革命記念塔は1910年に始まる。メキシコ革命の英雄たちの霊病としても機能し、 フランシスコ・マデロ、パンチオ・ビリャ、ベヌスティアーノ、カランサ、プルタルコ、エリアス・カリエス、ラサロ・カルデナスが埋葬されている。革命の将軍エミリアーノ・サパタはここではなく、モレロス州クアウトラに埋葬されている。メキシコ政府はサパタを革命記念塔に移そうとしたが、サパタの遺族はそれを拒絶した。ありがとうございます。